松虫通りとは、大阪市内を東西に走る道路の一つ。松虫塚区間は、大阪市西成区の岸の里交差点から、平野区の平野馬場,場東交差点まで。なお、道路標識上は、大阪市西成区塩路2丁目付近から、東住吉区の北田辺6交差点までとなっている。1950年に策定された、都市計画道路、木津川平野線の大半にあたる。 西成区の区間は、戦災復興の際の区画整理事業の一環として1950年代に完成した。安倍の区内の区間は、生活道路を拡幅し、1980年代初頭に開通した。道道路は、安倍の区内では、生活道路の時代から松虫通りと呼ばれ、1929年からは、道路周辺の町名にもなっているが、名称は、 松虫通りの道路沿いにある松虫塚に由来している。松虫通りの拡幅の際、拡幅の支障になるとして松虫塚を取り壊すことも検討されたが、地元住民の要望があって塚を残すことになった。そのため松虫塚前の歩道は狭くなっている。東住吉区内及び平野区内の区間は2000年代初頭に開通した。なお木津川、平野線の計画によると、 西成区内のうち南海市見橋線公換制から阪神高速15号堺線速道下にかけての区間にあたる片側1車線の西行き一方通行の生活道路を拡幅して松虫通りの延長とする計画になっている。道路計画策定以来60年以上にわたって同区間での工事具体化の動きはなかったが2012年10月に同区間の拡幅に着手する 胸の事業認可告示があり、2019年3月までの完成を目指すとしている。青天山公園付近より、東側のこの道路の地下には、平野川調節地が建設されている。ありがとうございます。